クロード・モネの夏剪定をしていこうと思います。まだねこうしてつぼみが残ってる枝があるんで、まあバラ園なんかだともう揃えてバーっと切っちゃうんでしょうけど、こう同じところで一斉にこう咲かせたいんで、でも僕はまあ趣味の庭なのでつぼみをつけてる子は残しといて、花が終わった枝から剪定していこうと思います。もうこれ新しい芽が出てますね。うん、とこれで株から開けてこの辺かな。うん、この芽がちょうどここに見えてますよね。かわいい。ここがこうカットして、とこれもこう見てて、ここですね、チュンチュンチュンと、ここのこの芽を頼りにこの上でカット、チョキッと。そうすると想像するとここから15、20これぐらいで花が咲くんではないかというとこですね。はい、こちらも下の方に来て、うん、ここですね。でカット、うん、いいですね。でこちらはこう来て、こちらもここでカット、ね、でこちらは、うん、こうこうこうだから、ここの目かな、それかこういくかな、ここかな、こんな感じでしょうかと。うん、いいですね。こんなつぼみついてる。こちらは内目になってるから、ここでカット、よし。ここがここら辺でしょうか、こうカットですね。うん、ここはそうですね、この辺からカット。まあこれぐらい細い枝からどれだけ綺麗なものが咲いてくれるのかって微妙なとこなんですけど、意外とこの子は細い枝からもしっかりした花が咲いてくれるので、細い枝もちょっと残していこうと思います。よし、次に、かな、ここはつぼみがついてるから余分な枝芽を整理するぐらいにしときます。うん、そうですね、これをこんなとこでしょうかね。こんなとこでしょうか。これも、まあこの辺はこうですかね。つぼみついてるこの子は残しといて、なんとこでしょうか。いいですね。ここはまあ迷いどころだな。この子いるし、ここはこの子いるし迷いどころだけど、ここでカットしとこうかなというとこでしょう。で、まあ、枯れ込んでる枝は、よいしょよいしょ、枯れ込みの、こうやって枯れ込みの原因になるんで、あれ見失った、あいた、枯れ込みの原因になるんでね、しっかりカットしていきます。切るかなこれ。うまくハサミが入らないですね。ここかな、よし、
大丈夫か。よし。で、ここは花芽があそこにあるから置いとこうかな。花芽があそこにあるから置いといて、うん、よし。よし。とりあえずこんな感じで、クロードモネの剪定は終わりにしようと思います。いいね。こういうバラバラの剪定だとね、こう、なんだろう、同じ鉢でも、こう、順番順番に咲いてくれるんで、この鉢で、こう、花がないっていう時期をこう、ずらすことが僕はできると思うんですよね。一斉にこう、ダーッと切っちゃうと、まあ一斉に同じような時期に花が咲くタイミングになるので、僕はこんな感じでやってます。はい。あとは、今度はストロベリーアイスですね。この子もこのベーサルシュートがドーンと出てくれてすごくいい感じですよね。でもこの暑さと病気にやられて下の葉がなくなってしまってるんで、この子もこの辺りでカットしてリセットしようかなと思います。上の方しか葉がないですからね、うん、じゃあどうしようかな。どこから行こうかな。この辺から行こうかな、うん、どうかな。ここら辺にしましょうか。どんと。ここ結構通行の邪魔になりますからね。うん、これぐらいでいいでしょう。そしてこの辺りはまだ花芽があるから残しときましょうね。これが終わったらこの辺りでまた考えてカットしようと思います。はい、次にこのアーチにかかっているこの子、ヒューディクソン。このヒューディクソンのステムがディリ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 って、おーいで、すごい上まで行っちゃいましたね。まあ上まで行って、ちょっとつぼみがついてる子がいるんで、まああの枝は残して、このつぼみがついてない子、こちらをカットかな、今日はというところでしょうか。バラは、まあ、植物全般なんですけども、こう蝶が優勢って言って、こう上の方にある芽が優勢的にこう育っていくんですよね。それなんであんなすごいことになってしまいました。僕の想像ではこの辺りの15センチあたりのステムでバラが咲いてくれるんではないかなというところが、ちょっと計算見誤ってあんなとこまで行ってしまいましたね。どうしようかってとこでしょうけど、まあちょっとやっていこうと思います。脚立で、脚立しか届かないので脚立を用意して、脚立を登っていきます。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はいと。もうすごいですね。うわ。さて、これは、もう、なんだかって感じですね。よし。ではここかな。よっ、よっ、よし。ここと
この辺でしょうか。この辺にカットと。そして、わあ、これカミキリムシにやられてますね。完全にここ。こういうカミキリムシは食べ方をするんですね。木の皮をこう食べていくんです。それで、根っこの方にも卵を産むという恐ろしいやつなんですよね、本当に。よし。で、よいしょよいしょ。かな。よいしょ。このヒューディクソンっていうバラは、僕が本当にバラの知識ゼロで、もうただこう庭に穴を掘って肥料も何も入れずに、もうえいって植えた子なんですよね。それなんで、この子は帰り咲きっていう品種で、そんなに四季咲きほどたくさんは咲かないんですよね。アーチなのに。まあでも思い出のバラなんで、綺麗に育ってくれるといいです。よし、ここは OK だな。そしてこれはまあ、これはまあ誘引するにもちょっと上に行き過ぎてるんで、この子はここで咲かせようと思います。オバキューのように毛が一本でいきます。ナエマちゃんすごいな。これはナエマっていうバラ、あそこにあるピンク色のバラですけど、この子も受精が強いですよね。もうすごい上までつぼみをつけてくれてます。この子の剪定もどうしようかというとこなんですけど、まあ花が終わったらかなとは思ってます。うん、よし、とっとで、一緒に仕事に行くバラを見ていきましょう。シャ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 ン、ね、ほら、ほらこの子いつもセンチメンタルはいつもいい感じに咲いてくれてますよね。そんなイメージです。それから、そうですね、今日はここのトットちゃん咲いてくれました。いいですね。よいしょ。ですね、よいしょ、 OK です。うん、あ、いい香りがしますよ。実はこの子折れちゃって、ここクリップで止めてたんですけど、意外と咲いてくれましたよね。ここの薄皮一枚でバラって強いですよね。ここの表面の皮で水をこう運んでるらしいですよ。よし、いいですね。あとはどうでしょうか。あそこに奇跡の一輪咲いておりますね。オデッセイアですね。どうでしょう。オデッセイア頑張って咲きました。よし、この子も連れていきましょうか。オデッセイアいいですね。さあ、いいですね。この子シャキッといいですね。
辺の、うん、おーすごい LR マイク、ニュッと、いいですね。とっても綺麗に暑い中咲いてくれました。本当に感謝です。綺麗に咲いてくれました。よし、青空はどうかな。ん、なかなかいいね。青空にもよく映えますね。とっても綺麗です。